그 폰드가 가렌토미네드한테 우리 카타 시대에 못 왔다. そうですよね。 나는 가렌토 때 どこが 가렌토なのかなっていう。 그 본데가 요크 밑에 とか 書いてあるんですけど 分かんないよね。 確かにね。 そうだよね。 波が こう割れてて こう割れてて ね、そうすると結構ね、みんなこの波の割れてる正面から突っ込んでっちゃうんですよね、こういう。ずっと滑るじゃないですか、はい、はい、はい。辛いですよね。はい。そしたら海の中にこういうふうに、こんなふうに、こういうふうに見てる場所があるんですよ。 まあこれちょっと分かりづらいかもしれないですけど、こう割れてきて波が終わる部分ってこういうふうになるわけじゃないですか。それがこっちの方、ちっちゃい波も大きな波もあるんで、その集まってるところって結構ね、こういうふうにいろいろカレントができてるんですよ。そこをカレントっていうんですけど、こういう。 この間からこういうふうに行ってあげるとすごい。じゃあここが結構この辺で深くなってるんですよね。深いから波があんまり割れないとか、あとはこうインサイドのクローズアウトセクションとかだったりするんで、そうするとそんなにパワーもないし、 ちょっとのドリフですけど、こう後で海で見るようになったんですけど、まずこういう波がこうビーチクレーターだったらこういうふうに行くわけじゃないですか。最後に集まってなんかこうごちゃんもうこういうふうになってる部分があるんで、そこをこういうふうにして、多少 結構ジグザグになってる感じ。あ、そうなんです。これが沖に出るとか、をいかに楽に出るかっていうのが、それが海に入る前に海を観察するっていうことでもあるし、海を観察するってことなかなかみんな知らないんで、みんなしてないことやってあげれば、あ、ここからこういうふうに出るんだなとか、あ、結構インサイドの流れ、 人が入ってるとこビューって流れてるんだなとか、っていうのを他に観察するとね、すごくいいです。これが沖に出るとか、をいかに楽に出るかっていうのが、それが海に入る前に海を観察するっていうことでもあるし、海を観察するってことなかなかみんな知らないんで、みんなしてないことやってあげれば、あ、ここからこういうふうに出るんだなとか、 結構インサイドの流れ、人が入っててとこビューって流れてるなっていうのを他に観察するとね、すごくいいです。これが沖に出るとか、をいかに楽に出るかっていうのが、それが海に入る前に海を観察するっていうことでもあるし、海を観察するってことなかなかみんな知らないんで、みんなしてないことやってあげれば、 あ、ここからこういうふうに出るんだなとか、あ、結構インサイドの流れ、人が入ってってるとこビューって流れてるんだなとか、っていうのを他人観察するとね、すごく。